長江を覆うは天下最大の勢力曹操の大船団。対するは孫権劉備の即席連合軍。連合軍の勝利には兵数を覆す奇策、将兵一人一人の気概、そして運が必要だった。決戦を前、孫権の軍師周瑜は妻小喬に留守を言いつける。それは妻を傷つけまいとする夫の愛だが、小喬は周瑜の言に背き、決戦地赤壁へ向かう。それは死闘に挑む夫を思う妻の愛。そして彼女は連合軍に勝利をもたらす幸運の花となる。曹操軍の奴らはとんでもない大軍だ。俺たちに勝ち目なんてあるのか。何でも家計を仕掛けるらしいぞ。だがそれには諸葛亮殿の祈祷が必要だとか。今の風向きじゃむしろこっちが危ない。だから祈祷で風向きを変えるんだとさ。そんなことができるのか。さあ、だが祈祷が成功しなければ俺たちは。この劣勢でも持っているのは周瑜殿のおかげ。しかしさすがに疲労の色が濃いようですな。小喬、この戦いはとても危険だ。君は残ってくれ。ここなら安全だろう。曹操の大軍を打ち破るには家計が必要だ。そのためにも諸葛亮の祈祷を必ずや成功に導かねば。東南の風なくば我らに勝利はないのだから。東南の風が吹かねば家計はなりません。祈祷は必ず成功させなければ。そのためにも敵軍の妨害には注意が必要ですね。ねえねえ、祈祷って何？失敗したらどうなっちゃうの？祈祷に失敗し風を呼べなければ私たちは曹操の前に屈するでしょう。私たち負けちゃうの？そんなの絶対ダメだよ。ねえねえお姉ちゃん、私たちで諸葛亮って人を手伝おうよ。ダメよ小喬、戦場に出るなんて危ないもの。それに周瑜様だって私たちがいなくなったら心配するわ。でもこのままじゃ私たち負けちゃうもん。きっとだっけ。それがうまくいけば周瑜様も喜ぶよ。それはそうかもしれないけど、でもやっぱり危ないし。周瑜様きっと褒めてくれるよね。よし出発。私は祈祷所に向かいます。曹操軍の動きには注意してください。一緒に行くから無茶しないで。迷子のポリスが迷い込んだようですね。怪我をしないうちに巣に戻るのです。私迷子じゃないもん。そんなおかしな格好して許さないんだから。諸君
通る。ま、いいか、一緒に暴れようぜ。すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。やるじゃねえか。よっしゃ、俺たちも気合入れてるぜ。こいつは恐れ入った。わしもこうしてはおれん。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。ここで何をしているのだ。どうか安全なところに行ってくれ。あなたが諸葛亮って人？安心して、私が助けてあげるからね。周遊殿の細君とは心強い救援ですね。よろしくお願いしますよ。私はここで祈祷の準備を始めます。周囲の敵に注意してください。諸葛亮潰せ。奴は怪しい動きをしているので要注意だ。敵が祈祷所に向かってきているみたい。私たちで食い止めましょう。怒涛のごとく敵軍を蹂躙せよ。エンネ、将教様が祈祷所付近にいらっしゃる模様。何？将教、君は一体何を考えているんだ。将教、神の心配だ。私がここを離れるわけ。なんとも厳しい状況だ。ほら、俺が進軍した方が良さそうだね。引くことがそのまま負けではない。敵者撃ち取っちゃった。拙者は徐孔明。腕に覚えあらばお相手願う。よくも暴れてくれたな。ここで私の知略に屈するがいい。これは珍客だ。これだから戦場は面白い。珍客？わかんないけど、バカにされた気が。敵はだいぶ弱ってきたみたい。もう少しだけ頑張りましょう。私もお姉ちゃんらしく頑張れないとね。
は何かの冗談か。このような娘が戦場に現れようとは。私本気だよ。油断してるとびっくりするんだから。今は飛行、いずれまた戦場で軍を競わん。敵車撃ち取っちゃった。すげえじゃねえか。よし、俺らも決まっていくぜ。祈祷の準備が整いました。皆の働き感謝します。勝挙聖優様あたしとお姉ちゃんで諸葛亮って人を助けてあげたんだよねえねえ周遊様、あたしたち偉いそうだな、おかげで助かったぞ勝挙。姉上まで戦場に、亡き兄上がいらしたらどんなに心配するか。私もう嫌なんです。知らないところで大切な人を失うの。私が頑張れたのはお姉ちゃんが一緒にいたからだもん。お姉ちゃんはすっごく強いんだから。消去ありがとう、お姉ちゃん。最強の姉妹だぜ。こりゃ誰もかなわねえな。わしもお二人にはかないませんの。